静かなる防衛の時間です。今日は最近トレンドになりつつある強襲揚陸艦と F-35B ストブル戦闘機セット運用、各国で強襲揚陸艦はあるが F-35B 導入の行方が、アメリカのワスプ強襲揚陸艦と F-35B の運用が開始され、日本でも飯津も加賀が回収予定です。そこに F-35B の艦載をする予定です。日本の場合は常時艦載ではなく有事の際の艦載だけです。クイーンエリザベスも F-35B 米軍が任務に当たっています。セット、世界で今この中型強襲揚陸艦プラス F-35 を艦載する傾向が多く見られています。大きさにして260〜240m この辺りの甲板の広さの強襲揚陸艦、日本は護衛艦が F-35B の艦載に適していると、して、セット運用を始めています。もしくは計画しています。なぜいいかというと、短距離離陸、垂直着陸ができる F-35B ストブル機、超高性能、今後、一番売れる、一番売れるというか2番目に売れると考えています。価格は A タイプよりも少々値が張りますが、それでも使用用途によっては作戦の幅が広がってきます。あとフランスのシャルル・ド・ゴールなどにも艦載可能、しかし向こうにはカタパルトがあるので無理して F-35B を艦載する必要はない。もし必要ならC タイプ F-35C が必要になってくるでしょう。しかし F-35C は海兵隊が計画しているので
売る、世界中ではもうアメリカのみの期待となります。日本も F35 を105機追加注文しましたが、うち42機は F35B ストブル機となっています。先ほども言いましたが、短距離離陸、垂直着陸、離陸距離は168メートル、最低あれば離陸可能です。出雲は248メートルですから、まあ端から行ったとしても途中で離陸は可能です。わざわざ護衛艦出雲の前の部分を回収しなくてもいいと考えています。この間インド洋で日米仏豪合同訓練が行われました。そこでオーストラリアもやはり考えているのでしょう。強襲揚陸艦プラス F35B、 オーストラリアにはキャンベラ旧強襲揚陸艦があり、これを回収すれば F35B を艦載することが可能です。よって日本と同じ回収計画、購入計画を立てなければいけません。なかなかオーストラリアも計画がうまく進まない状況にあり、なんだかもどかしいような気もしますが、例で言うと潜水艦、潜水艦もその一つで、フランスと今だまだ建造にも入っていません。フランスと日本がコンペで争いましたが、日本は敗れ、フランスが選ばれました。12隻建造計画で1隻3200億かなり高いです。よくこんな高い買い物をしたなと
考えますが、まあ、オーストラリアの考えでしょう。フランスがフルサポートバックアップします。まあ、日本はそこまで、オーストラリアが自国建造にこだわったから日本を排除しました。さて、やはり F-35B ストブル戦闘機の登場により、作戦任務の幅が広がっています。今後この F-35B がどのように訓練をするのか楽しみなところがあります。今日のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。